聞こえる？イエーイよかった。どうしよう、聞こえなかったらって思ってさ。よかったです、聞こえるようになって。最近そう、そういうね、なんか不具合が生じることがあるんですよね。でもよかった、治ったみたいで。よかったよかった。なんか最近ね、そう音が聞こえなくなるんですよね、ショールーム。なんかなんでなんだろうね、なんかたまになるんだよね、ショールームの不具合で。ちょっと待ってね。サイレント配信何も、多分3分ぐらいで飽きちゃうよみんな。髪型、そう、なんかね、ちょっと赤いの話をね聞いてほしい。ドラフトの時以来、おお、じゃあ結構成長したかもしれないゆら。あのね、まず今日朝の9時からレッスンだったんですよ。ね、9時から1時までの予定だったんだけど、レッスンがダンスチームというか、パフォーマンスユニットのレッスンだったんだけど、やる曲のなんかね、踊りの難易度がすごい高い曲を今日2曲入れてて、それでちょっと4時間じゃ終わらないってなって、押しに押して結果3時ぐらいまでレッスンがあったんですよ。9時からご飯食べずに10、11、12、12、6時間くらいレッスンしてたので、さすがに疲れて帰り道に、そう、ありちゃんさんと2人でなんか甘いもの食べたいねってなって、お腹空いてたから2人でドーナツ屋さん行って、ドーナツ1個ずつ買って食べて帰りました。で、なんかね、私って天然パーマなんですよ。天然パーマなんですよ。で、レッスンした後に、なんていうの、髪の毛がさ、こう汗でうねっちゃうんですよ。だからもうなんか帰ってきて3時ぐらいにレッスン終わって、愛ちゃんさんとドーナツ食べてお家帰ってきて、そんでご飯を食べて、朝も食べてなかったから、やっぱお飯ありがとう。で、ご飯を食べて配信しようって思ったんだけど、ストレートにもう戻す時間すらないみたいな、こっちとかほとんど何にもしてないの、何にもしてなくてこれなの、天然パーマだから。だからもう今日は多分ストレートに戻すよりも、そのままなんかちょっと無造作に巻いた方がぽくなるなと思ってちょびっと巻いたの。でもほとんど天然パーマ、地毛、うん。そう、なんかちょっと今日は機嫌が良かったか、テンパの。テンパってさ、その日の機嫌によってさ、ほんといい子になったり悪い子になったりするから、今日はちょっと機嫌のいい天然パーマだったので、ちょっといい感じになるかなと思ってなんとなく巻いてごまかしてる。こうちゃんありがとう。ぽいでしょ。機嫌が悪い時とか本当にね、ひどいの、なんかもう同じ方向にビヨンって跳ねたりするから、ショーありがとう。そう、なんかあれ、レッスン終わりとかだとさ、こう汗かいたりしてるから余計にこうブワブワなっちゃって。タケボンありがとう。モテる系テンパ、お仕事お疲れ様。そう、外跳ねにする時もあるんだけど、今日はもう何にもしてなくても勝手に巻いてるみたいな髪になったから、もういいやと思って。そうそう、聞いて、今日めっちゃね面白いことがあったの。なんか今日お家に帰ってきたね、ノブありがとう。お家に帰ってきたら、珍しくお姉ちゃんもママもいて、弟とパパはいなかったんだけど、なんかあんまりこう家族が揃うことがあんまりないので珍しいなと思って、でお姉ちゃんとママがいて、でママがお買い物に今行ったんですけど、お姉ちゃんと今だからお家で2人なんですけど、家の中にねカメムシが入ってきたので、私本当に虫大嫌いで、なんかぶってるとかじゃなくて、私蚊も叩けないぐらい虫マジで苦手なんですよ。で、まあ私の家の序列で言うと、私の姉はもうなんか私よりも相当序列が高い人間なので、
姉に退治するように言われて、でも私ご飯食べてたんですよその時に。リンジありがとう。でもご飯食べてて、もうしかも気持ち悪いし無理って言ったんだけど、まあ一応スプレーだけ取ってこう予行演習してやろうと思ったんだけど、ちょっとビビってできなかったの。そしたらさ、配信中に虫出たことあったね、あったね。そしたらね、飛び回り始めてカメムシが。もう最悪よ、もうご飯食べてる時に家でカメムシが飛び回り始めてから最悪と思って、もうこれは無理やと思って逃げたんですよ私は。でそしたら姉がついに、私が逃げたから動き出してくれて、あのスプレーをね姉がついに手に持ったんですよ、私じゃなくて姉が、ほっと思って。でまた飛び回り始めて、それのなんかあのカメムシ VS ユラ家の姉妹のあの音声を皆さんにちょっとプレゼントしたいと思います。めちゃくちゃ面白いから、こう音声だけでねめっちゃ面白いと思う。動画があったらもっと面白いんだけど、ちょっととりあえず音声だけでいくよ。温泉じゃん、いいね、ありがとう。これを私は録画してたんですけど、最後の最後にお姉ちゃんがなんかうわーって叫んで、それに私がつられてうわーって叫んでる動画、めっちゃ面白くない？いや、さっきのうちらからしたら本当に死ぬほど怖い恐怖体験だったんだけど、今なんか改めてそれを聞くとめっちゃ面白いと思ってありがとう。そうそう、うちの家ね、あのあっちのママもこんな感じなの。だからすんごいうるさいよ、こう虫が出た時、一番虫が出た時がうるさいかもしんない。なんかちょっとお姉ちゃんが退治するなんて珍しいから、基本私にやらされるからさ、その姿を撮ろうと思ってこうやってやってたんだけど、ちょっと全然撮れてなかった。え、なんか面白くない？お姉ちゃんがだって退治してると思って、レアじゃと思って撮ったんじゃけどね。いや多分なんか私がご飯食べてる最中にこれだったんですけど、怖くなって逃げたんですけど、その私が座ってた食卓の椅子に落ちたらしくって、でお姉ちゃんに撮ったって言ったら、え、撮ってないよって言われて、私ご飯中断したままそのままショールーム始めちゃった。私の椅子の上にいるから、やつがなんで撮ってくれないのみたいな。まあ私も撮れないから人のこと言わないんだけど、そうだよ、私の家では姉の序列は相当高いからね、フロント張ってるから。ゆら家の何色が好き？服だったら黒白グレー、色だったら水色。そうなんですよね、私序列低いんで家で。声似てないよ、似てない、二個上ですよお姉ちゃん。弟もいる、弟はでも今いないんですよ。なんかね、あのね、音声だけでもね私の家のね動画面白いんだけど、待ってこれ流して大丈夫かな、ちょっと一回確認しよう自分で。あのね、昨日のカメレオンさんありがとう。昨日の夜なんか私がカンカンのジュースを飲んでたんですよ、あの炭酸の、炭酸が飲みたくなって、で飲んでて、そのまま半分くらい残ったまま机の上にポンって置いてたんですよ。そしたらうちの弟があのお風呂に入ってたんだけど、お風呂上がりになんかまあ多分喉が渇いたんでしょうね、パッとそこに炭酸のジュースがあったから、その私の飲みかけのジュースを弟が残り全部飲んじゃったんですよ。でもそのなんかお風呂上がりに、私の弟めっちゃちっちゃいんですよ、まだ
小学校低学年でめっちゃちっちゃいんですけど、ちょっと待ってね。めっちゃちっちゃいんですけど、その弟がね、お風呂上がりに肌すっぱ裸でそのカンカンをこうやって飲んでて、その姿がすごいねおじさんみたいでめっちゃ面白くって、その姿をね、あの動画に撮ってたんですよ。そしたらママに怒られたっていう。な、私の笑い方キモいんだけど気にしないで聞いてね。これ昨日の家の出来事です。おっさんじゃん、とは。おっさんじゃん。なんでそんなことよ。あ、ここにあったパンが1個ない。私がね、弟のことをね、めっちゃおっさんじゃん、トーマーって言ってたらね、ママがなんでそんなこと言うって、そう言ってくるっていう。で、そのなんでそんなこと言うんっていうのが、これ私あの面白すぎて、あの高校の時の友達に送ったんですよ。そしたら、いや、あかりの喋り方にそっくりすぎるって言われて、いや似てるんだなって思いました。なんでそんなこと言うんって。私もめっちゃ言うんですよ。で、しかもこの一番最後にさ、ママがさ聞いて。あ、ここにあったパンが1個ない。ここにあったパンが1個ないって言っとるじゃんか。それあかりが食べたっていうね。おもろと思って。めっちゃ面白いでしょ。もう私の家は毎日こんな感じだから本当に面白いよ。そう、昨日の動画がこれで、今日の動画がさっきのやつだからね。毎日動画に撮ってたら毎日笑えると思う、うちの家。弟と一緒にお風呂入るよ、全然全然入る。面白いでしょ。弟いつもマッパじゃん。確かに言われてみればそうかもしれない。まともに服着てる時の方が少ないかもしれない。それはあるかもしれない。動画の弟マッパだよ。賑やかな家族でしょ。そう、なんかね、私最近ね、なんかね、チョコレートクッキーにバニラアイスが挟んであるみたいな、あのアイスがお気に入りで、よく食べるんですよ、そのアイスを。ちょっとチョコレートブラウニーみたいなのの間にバニラアイスが挟まっとるみたいな、あのやつがあるんですけど、それにハマってて。でも私、そのチョコレートブラウニーの部分が、あのクッキーのやつはすごい嫌いなんですよ。苦手というか、まあ嫌いなんですよ。で、あのね、その2種類があるんです。クッキーになってるバージョンと、なんかブラウニーみたいになってるバージョンで、あの昨日ね、ポッキー配信したじゃないですか、夜に。で、それでパパにポッキー買ってきてもらったの。あの配信で使いたいから、11時11分にポッキー、レッツシェアポッキーってしたいから、あの 10時過ぎぐらいまでにコンビニで買ってきてって言ってパパに言ってたので、そのついでに、なんかそのチョコのブラウニーに挟まってる、あのバニラアイスのサンドのやつが食べたいけん、それも食べてき、あの買ってきてって言ったのね、パパに。お風呂上がりに食べたいけんって言って、それもついでに一緒に買ってきてって言って、パパ、あ、分かったって言って。で、私はね、パパはね、絶対ね、そのね、チョコの方じゃなくてね、絶対クッキーの方をね、絶対買ってくるだろうなって思ったの。なんかあの、パパって、なんて言うんだろう、なんかちょっと天然なのか、いつもなんかちょっと違うものを買ってくるんですよ、頼んだものと。で、いつも家族にめっちゃ怒られるから、パパがあのすごい真剣にね、私の話をね聞いてたの。あの茶色の、茶色のやつに挟まっとるバニラのみたいな、パパがめっちゃ聞いてきたの。だから絶対に間違えるなよと思いながら、
お願いねって言って、でパパのパパシリのパパ、そんなことないよ、優しいのうちのパパで、それでコンビニについてパパから電話かかってきたの。でポッキーは極細のやつでいいよねって言われて、うん細いやつにしてねって言って、であかりがさ欲しかったアイスはなんか挟まっとるやつよねみたいな言われて、でうんみたいな、でチョコのやつがないんだけどって言われて、ちょっとおかしいなって思ったの。でも上下茶色いやつに挟まってるやつって言ったの。そしたらパパが、あ茶色、あ茶色じゃーみたいな言って、じゃあそれ買ってきてって言って家に帰ってくるじゃん、パパが寒い中コンビニまで買いに行ってくれてね、私のポッキーの配信のために、でついでに私のアイスも買ってきてくれて、であかりって言って買ってきたよって言って見たらね、やっぱりビスケットの方買ってきたので、あもうやっぱりだと思って、絶対ビスケットの方買ってくると思ったと思って、でもまあありがとうって言って、でもこれじゃなかったって言って、って言ってパパがごめんねって言って、これかと思って一応2個買ってきたんだけどって言って、私のその嫌いなねアイスをねパパ2個も買ってきてくれたので、めっちゃ申し訳ないんだけどさ、いや確かに茶色だったの、茶色だったんだけど、なんかビスケットがちょっと茶色めのねやつだったから、チョコではないって言ってたパパのと言葉をよく思い返してみれば絶対ビスケットの方だったなって思うんだけど、もうパパ絶対こっち買ってくると思ったと思って2種類、それだ2種類買ってくればいいのにさ、なんか同じやつを2個買ってきてくれたの、わざわざ。それでちょっとああって思った。でもまあ食べて、それを食べた後にお風呂に入ったんだけど、なんかどうしても1個丸々は食べれなかったから、それを半分ぐらい置いてたのね、半分ぐらい残して、まあ冷凍庫にもう一回入れ直したんだけど、先ほど姉上が、アイス残っとるじゃん食べるよって言ってね、綺麗に食べていました。私に権限はないからね、その絵を止める、はいどうぞ食べくださいっていう感じだからね。ふうくんありがとう、ダルマ、エクリさん、はつみさんありがとう、 SD のゆらりんことゆらかりね。まあね、もう私のパパはめちゃめちゃ優しいんですよ、ほんと。私は結婚するなら絶対パパみたいな人がいいですねって思う。パパと結婚したいとは別には思わないけど、パパみたいな人は結婚して絶対間違いないなって思う。明かりで明かりで。そうだよ、夜中に明かりがアイス食べたいって言ったら買いに行ってくれる、そんな優しいパパいますか、寒い中。パパ何歳なんだろう、わかんない、49とかじゃないの。あそう、でも一緒に買いに行こうかなって思ったんだけど、パパがなんかもうその時家の車お姉ちゃんが使っててなくって、だからパパがもうこんな夜遅い時間に出るの危ないからとか言って、パパが買ってくるからって言って、あかりが買いに行こうとした。そう、優しいパパだから。やばいよ、私のパパね、私が幼稚園の時に父の日に作ったトイレットペーパーの芯で作った鉛筆立てを未だに会社のデスクに置いてるの。私たまにパパの会社に遊びに行くんだけど、なんか帰り一緒に帰る時とか行くんだけど、未だに私が多分4歳の時とかに作ったトイレットペーパーの芯を立てた鉛筆立てを使ってて、めっちゃなんか、なんでそんなボロボロなの使ってんのみたいな、トイレットペーパーの芯だよ、何やってるのと思って
でもなんかパパの誕生日12月16日なんですよ。ベートーベンと同じ誕生日だから、だからまあ今年はなんていうの、なんかねパパに誕生日でもうちょっといいペン立てをプレゼントしたいなって思います。まあそんなことパパには絶対言わないけど密かに考えている。絶対大事に使ってくれるからね。だって4歳の時にさ作ったものをまだ使ってくれてるんだよ。しかもそのトイレットペーパーの芯っていう、今あげたら多分パパもう死ぬまで使ってくれるよ多分いいものをプレゼントしよう見てないよ私のパパめっちゃ忙しいからね。本当にあんまり家で会うことがない、忙しい本当に。なんかめっちゃ思うもん、こんなに働く人いるんだってパパのこと見てて思う。本当なんかいつも夜中に帰ってくるし朝も私より早いし、だからなんか頑張ってるなってめっちゃ思う。なんかパパになんかめっちゃなんていうの、悩んだ時とかになんかパパと二人でご飯行ったりするんですよ。とか部屋にパパが来たりしたら言い方とかも優しいから余計に胸に刺さってめっちゃ泣いちゃうんですよね。なんか私パパと話すとねいつも号泣しちゃう。 ST に入ってからも一回だけパパが部屋に来てめっちゃ話した時があって、まあ、あかりが今しかできん誰でもできるようなことをやっとるわけやないっちゃけん、パパもあかりのことがめっちゃ自慢だしみたいな、だからなんかパパたちのために頑張ってくれてるんだったら別にそれはいいけど、あかりがもうこれ以上やることはないって思うくらいめっちゃやりきったって思った時にあかりの今後の人生のことも考えたらいいんじゃないみたいなの言ってきてくれて、あめっちゃいい人ってめっちゃボロボロ泣いて、そう大丈夫あかりは可愛いけんって言ってくれて、まあもう完全なる親バカなんですけど、そうだから頑張ろうって思ってそう、その時に結構気持ち切り替わった公演の記念写真、あそうだね、そういうのもありかもしれない。私はママとは結構話すし、ママはなんか公演とかイベントとかも見に来てくれたりするんだけど、私弟が小さいのもあってママとパパが同時に出ることができないんですよ家を。弟をどっちかが見ないといけないからっていうのもあるし、パパめっちゃ会社で忙しいから、ノブさんありがとう、全然何公演とかパパが見に来たことがなくって、昔から発表会とかもママは来てくれるけどパパは全然来れることとかがないから、いつかパパにも見に来てもらいたいなって思う。だからちょっとグレードアップした、グレードアップしたペン立てをパパにプレゼントしなきゃだね今年のパパの誕生日はケーキはね毎年家族で一緒に食べるんだけどね、プレゼントはねこうママとパパ、あママとあかりとお姉ちゃんからみたいな感じだから、あかり個人のやつはねあげたりはあんましてなかったから、ここ最近あげようかなって思う。23日券取ったよ、あーありがとうペンタってだってさすがに15年使ってるトイレットペーパーの芯はやばくない絶対年季入ってるよ。財布かネクタイ、財布はでもねあるんだよね。どうしよう、再販で握手券追加した、あーありがとう。えどうしようかな、何がいいと思いますか。逆にみんなが、私が娘だとしたら何もらったら嬉しいですか。ペン立てはそのままでいいのかな。
あ、私のパパは自慢のパパだよ、めっちゃ思う。なんかパパがこうあれ授業参観とかもし来てくれても全然なんか恥ずかしくないし、スポーツも万能だし優しいし。手紙は一回小学校6年生の時にあげました。でもめっちゃその内容未だに覚えてるんだけど、未だに自分でもちょっと泣きそうなんだけど、なんか私小学校が3つ変わってるんですよ。で人生で5回ぐらい引っ越しをしてて、なんか転勤族だったのでパパの仕事の関係で小学校3つ変わってて、なんかめっちゃ毎回なんていうの、小学校とか中学生の時期ってさ、こう友達を作ってもこう転勤したらさ友達と離れ離れにならないといけないからすごく嫌だったんですよ。でなんか嫌だなって思ってて、小学校6年生の時に卒業式の時にパパに手紙を書いたんですけど、その卒業した学校は1年間もいない学校で、全然友達もいない思い入れもないところで卒業式だったんですよ。でそれを私その卒業式の時の手紙になんか「みんながこう地元の友達で集まってワイワイしてる時になんか私の地元ってどこなんだろう?」って思っちゃったことが一回あって、そう何回も転勤してるからなんかどこにもずっと。昔からの友達がいなくって、それがすごい悲しくって、でなんか手紙に書いちゃったんですよ。それをなんか「いつもありがとう」みたいな、めっちゃそういう話をして、その途中に「あかりの地元はどこなの?」って一回思ったことがあるんだよねみたいなのを手紙に書いちゃって、で別になんかパパが仕事を頑張ってくれてるから私はいっぱいこうなんかやり、今までなんかやりたいことも全部やらせてくれたし、なんか欲しいものもいっぱい買ってくれたし、なのにそうやって書いちゃって手紙に、めっちゃなんか後悔なんですけど、まだ小学校6年生だったから、その1年も経ってない小学校で卒業式をするのがすごく辛くって、私がなんかなんでこんな知り合いも全然いない思い出もないところで私は卒業式してるんだろうと思って辛くなっちゃって、でそのお手紙に書いちゃったんですよ。私の地元はどこなのって書いちゃって、でまあ、その1行だけなんですけど、でパパからその卒業式に手紙をあげたんですけど、お返事が来た時に、まあ、いっぱいすくすく育ってくれてありがとうとか書いてある中に、あかりに「あかりの地元はどこ?」って一回言われた時にすごく。申し訳ない気持ちになったんだよねみたいなのを、ごめんねいっぱいパパの仕事で連れ回しちゃってみたいなのをパパが手紙に書いてきて、パパと手紙書き合いっこしたのはその1回だけなんですけど、人生でなんか書いてきて、それを私はなんかすごく申し訳ないことを言ってしまったなと思って、なんか今だにその一行だけを覚えてて、もうその手紙どこでやっちゃったか忘れたけど、パパは未だにパパのちゃんと仕事とかの書類の中に私のその小学校6年生の時に書いた手紙を大事に持ってるのを私は知ってるんですけど、まあ、私はどっかやっちゃったんだけど、でもその一行をめっちゃ私は忘れられなくって、でなんか申し訳ないことをしてしまったなというか、申し訳ないことを言ってしまったなってめっちゃ
思ったのを覚えてる。パパには言ったことないけど、私は今までの人生すごく楽しかったし、なんかそんなことを言うつもりはなかったんだろうけど、多分あの卒業式を多分もう一個前の学校でしたかったんでしょうね。3年間いた学校があって、そこでできなかった悲しみを手紙に書いてしまったのをめっちゃなんかね申し訳なく思います。だからでもアイドルになってやっと家族に対してちょっとずつ素直になれてる気がするので、まあ今年の誕生日はちゃんとお祝いしたいなと思います。まあ毎年お祝いしてるんだけど、今は素直にすごくパパとママに感謝してるし、って思います。で転勤族で良かったなって逆にね今は思うんですよ。なんていうか、まあ私は転勤族だったおかげで福岡広島千葉広島みたいな感じでいろんなところ行ったので、全国にいわゆるいろんなところに友達がいるし、あの浦安でダンス、浦安に住んでたんですけど、ディズニーランドの近くに、千葉県の浦安でダンスをやってる友達に出会って、なんかアイドルっていうか、まあ人前に立って踊ることを楽しいって思うようになって、まあ、自信があって、そのダンスをやめないといけなくなっちゃった時に、広島で、まあ、そういう歌とダンスのスクールに通おうと思って、そのダンスをまだ続けたかったから、そこでアイドルになりたいって思って今の自分があるので、なんか全部人生ってつながってるなってすごく思うし、今はなんかパパがいろんなところに連れてってくれたおかげでいろんな出会いがあって、いろんなことに興味を持つことができて今の自分があるから、すごく感謝してるし、他の人よりなんかねいろんなところに住めて楽しい経験をできたので、私はすごく良かったなって思うんですけど、まあ、その当時はねまだ子供だったのでね、あの何もそういう感謝の気持ちとかなんか素直に言えずに、なんで私ばっかり引っ越ししないといけないのみたいなのを言っちゃったこともあって、なんか今思うと、なんか引っ越しすることにまた転勤しないといけなくなったっていうのをパパが私に伝えてくる場面を私は全部鮮明に覚えてて、めっちゃもう10年前とかの話なんだけど、友達と遊んで帰ってきてきたら、ごめん引っ越さないといけなくなったみたいな言われた時もあったし、なんか私の中でなんか結構覚えてるんですよね、そういうことって。まあこれをね、これをこれを私は配信で言うんだけどね、パパ本人にはね言わないからね、私はもうそういうところよね、配信で言うんじゃなくてパパに言ってあげなって話なんだけどね、パパに言うのはちょっと恥ずかしいので言いません。まあ誕生日にありがとうの気持ちを伝えれたらいいかなって思います。やばい、泣くつもりじゃなかったのに、私家族の話するとねすぐ泣いちゃうんですよね。おお、再販ありがとう。はあ。はあ。でもちょっと泣いちゃったから、あの私の姉と私のカメムシ奮闘記の動画をもう一度再生して、これでいっぱい笑ってからまたちょっと普通のペースに戻ろうと思います。今朝じゃないや、本当にさっき30分くらい前の私と姉のカメムシ奮闘記をどうぞ。
きでこの大騒動ですよ。多分母がいたらこれの3倍以上声うるさかったそう、カメムチを退治してる私の姉と私の音声です面白い、本当。まあカメムシを言ったらね、あれですよね、夜中の3時に部屋にカメムシが出て、あのめちゃめちゃ疲れて寝てるパパを叩き起こして、カメムシ取ってって言って、夜中の3時に起こしてパパ取ってって言ってパパに取らせたこともありますね。まあ私はカメムシが退治できる大人になることを目標にしますそう、つられて叫ぶの、なんかさ、人が叫んでるとさ、なんかこっちまでなんかつられて叫んじゃわない？お姉ちゃんがギャーって言うから私はえーってなっちゃってんと、なんかその前まではなんか私がカメムシが食べたびにうわーって言って、お姉ちゃんがあーって言ってあんたの叫び声が怖いんよってお姉ちゃんに言われてたもういや本当にね、虫だけは本当に無理、本当に無理。アリもテントウムシも無理だもん本当にね、うざいぐらいね虫が苦手なんですよね。なんか昔はなんか、なんでだろう、ムチって怖いよね。なんか昔はなんか虫が気持ち悪いものって知らなかったから、その何、バッタも捕まえてたし、ヤモリとかイモリも育ててたし、テントウムシは全然可愛がってたし、アオムシとかもここに乗せてたりしたので、なんかツツジの花とかさ普通にこう蜜吸ってたりしてたし、今思えばもう考えられないもんね、無理だもん絶対。いや、子供の無邪気な頃に戻りたいですよ、何も知らなかったあの平和な時期に。カブトムシも無理、ママおったらもっと大ごとよ。 G はもう本当に無理。昔部屋に G が出た時に泣きながらパパに行って、パパに退治させて、でなんかそのまま2日間ぐらいパパに部屋の掃除をさせてG が出たら嫌だからって言ってパパに私の部屋で寝かせて本当最低な娘だね。セミも無理、無理だね。そう、北海道の人って G を見たことないんだって。なんかさ、北海道って温度低いからさ、あんまり何 G が出ることがないらしくて、 G が進まないんだよね多分。だから北海道の人にこうやって G を見せたらめっちゃ喜ぶらしい。なんか喜ぶっていうか興味津々で、これが G なんだみたいな目で見るらしい。北海道の人ってそうなんだね。いや、女の子は G 苦手よ。そう、オッキーもね配信中に出てたよね。いや苦手よ女の子は、ほんと絶対 G とか退治してくれる人じゃないとやだ、旦那さんは。魚もね、なんか昔は触れてたんだけど、今はなんかちょっと釣り、この間ちょっと前に行ったんですけど夏に、無理だった、触れなくなっちゃってた。大人になっていくにつれてね、無理になっていっちゃうんだろうね。でも G ってあれらしいですよ、なんかバカだから自分が飛べるっていうことを知らないらしいんですよ。だから G は本当に身の危機を感じた時に、人間がこうやって近づいて身の危機を感じた時に、まさか自分が飛べるなんてっていう思いで飛んでるらしいですよ G は。G になって嫌がられたい、どんな人ですか。そう、めっちゃ歴史長いらしいね。あーちゃんさんとか絶対やばそう。あーちゃんさんだってめっちゃ綺麗好きだもんね。1日に5回ぐらい掃除機かけるって言ってたもん、あーちゃんさん。カナブンが顔に当たったら、待って、もう無理。本当に私ね、虫本当釣り苦手なんだよね。
なんか1日に5回ぐらい掃除機かけるっていう話をなんかあーちゃんさんがしてた気がする。綺麗好きらしいよ。なんでみゆみゆさん呼んだらいいんですか？得意なんですか？で私はなんか全然潔癖ではないんだけど、なんか何なんだろう、潔癖は全くないんですよ。なんか口移しとか全然、口移し何、関節キスか、間違えた、関節キスとか全然できる人なんですけど、あのでも AKB グループってさ、こうライブ中にこう吐けた時とかにもう何、こうペットボトルにストロー刺さってるやつとか、こう何、こうどん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 回して飲むから、全然そういうの気にしたことはないんだけど、間違えた、口移しじゃなくてあれです、あの関節キスだから全然いけるっちゃいけるんだけど、なんか最近になって一口ちょうだいって言われたら、なんかあもうじゃあ全部あげるってなっちゃうようになった。なんでなんだろうね、大人になるにつれて。なんかえ全然いけるっちゃいけるんだけど、全然いけるんだけど、なんかあもうじゃああげるってなっちゃう。それか最後の一口あげるからもうちょっと待って待ってって言ってしまう。間違えた、口移しじゃない、関節キスです、関節キス間違えました。なんかだから大人になるについて人ってなんかちょっとずつ変わるのかなって思った。 iPhone ってさ、めっちゃみんなの一口ちょうだい一口ちょうだいって言うやんか。まいちゃん一回それで怒ってたから自分で買えばいいじゃんってもういいよ全部あげるよとか言って怒ってたんだけど、私もだからなんか別にいいんだけど、全然食べれるっちゃ食べれるんだけど、なんか iPhone とかに一口ちょうだいって言われたら、あーもうじゃあ残り全部食べてとか言うなんでなんだろうね、なんかダメになってきちゃった大人になるにつれて。 iPhone はね割と一口ちょうだい癖がねありましてね、それ一回ドラさんの中でねちょっと問題になりましてね、 iPhone の一口ちょうだい事件がね本当に面白すぎる。いいんだけどね全然。はい、そう今日は今日朝の9時からレッスンやってたからね、早くに終わったんですよ。いつも夕方のことが多いんですけどね。ピノの一口はほぼ一個それな。雪見大福もほぼだね。自分が注文したものを先に誰かに食べられるのは最悪。なんかそういうのはないんだけど、なんかね最近になってなんか一口ちょうだいがね苦手になってきた。アイスとかなんかこうスプーンとかでこう食べた後になんかね、あやっぱいいやってなっちゃうんだよね。潔癖ではないんだけどね。だって私の弟とかさ口なんか私の弟本当にひどいの。なんかこうこうやってなんか食べるじゃん、何かをこうやって食べてそれが美味しくなかったら口に出して私の口をこうやってバーって開いてきて口の中に埋めてくんの、やめてとか言って本当あれは悪魔じゃん、ほんま。まあでも家族のはね全然いけるんだけどね、他人にそんなことされたらもう私人間不信に陥るけど、弟だから全然あれだけど。会いたい新幹線のアイス大好き、あれ高いけどなんかご褒美がてらに食べますたまに。それはやばいでしょ、うちの弟はお寿司のネタだけ食べてシャリを全部パパに回す男ですからね。まあ弟だから全然さ
笑って済ませるけど、ほんとそれ他人にされたらマジで私人間不信になるわって思うね。私の弟は私の弟じゃなかったらもう多分すごい問題児だと思う。私は弟だからさ、可愛くて仕方ないから何しても許しちゃうけどさ、それ友達にやっちゃダメよトークンって言って、まあ私の弟はずっと私の弟なんでね、何歳になっても可愛いにはもう違いないですね。軍艦はあのイクラが好きなんですよ、うちの弟だから、イクラの上のつぶつぶだけ食べて、あとはパパに食べてもらう。まあでもパパからしたら海苔がついてるからちょっと豪華な方なんじゃないですか。かわいそう、うちのパパ。弟が彼女を連れてきたね。でも仲良くなりたいですね、その彼女と。うちの弟をよろしくねって言って、その彼女のことをめっちゃ可愛がると思う私は。弟小学校低学年ね。あ、今ポッキー買ってきたの。それ昨日の配信やわ、ポッキーは。そうね、この時間配信するの割とちょっと珍しいかもしれない。低学年の頃お姉ちゃん怖かったイメージだわ。本当私の弟は私とか私の姉のことを多分怖いって思ったことは一度もないと思いますね。超甘やかして育ててるからね、本当可愛くて仕方ないから。友達の姉ちゃんとかドキドキしたわ。あ、でもなんかそう、弟の同級生とかが言ってくれる、お姉ちゃんかわいいみたいな。嬉しいですね、そういうのは。自慢の姉になれたら嬉しいですね。大学終わってバイトまで暇なので嬉しいです。お、今からお仕事か。お前の姉ちゃん美人やん、今度ユランチ行こうぜ。でもなんか嬉しいね、そんな風に言ってもらえたら。まあ、めちゃめちゃ年が離れてるからね、まあ私の場合は十何年離れてるからね、弟と。まあうちの弟は私がアイドルのこともよく分かってないんじゃないかな。多分よく分かってない、私の姉ですらよく分かってないからね。なんか私が STU になったって言ってもへーぐらいだったし、なんか興味ないみたいな感じだから、私に関してようやるねみたいな、私絶対無理みたいな感じで言われたけど、私がアイドルになったことに関してもなんかそんな感じだから、私の姉は。ダンスオーディション動画、ああありがとうございます。下手くそなんですけどね。弟がユミリンさんの握手に並べたらどうする。何やってんの。言うね。スーパーヒロシさん、初見さんありがとう。 STU のゆらりんことゆらあかりね。8歳離れた姉がいるけど一緒にお風呂入った記憶ない。マジマジですか。私はめっちゃ弟と入るけどね。姉ちゃんのキャラ好き。ひどいでしょ、もうクールにも程があるから。私の姉は本当にクール。
痩せてないよ。なんかありがたいことに言ってもらえるんですけどね、痩せてないよ。アイポンも弟いるよね、確か。なんかアイポンとアイポンの弟はね、声がめっちゃ似てるらしいって聞いたことがある、アイポンから。大人に生まれたかった。まあうちの弟は多分相当な幸せ者だと思いますよ。自分で言うのもなんだけど、だってお母さんが3人いるみたいなもんだからね。私とお姉ちゃんと本当のママと3人でおむつ替えもしてたし、ずっと。そう、電話で間違えられるくらい声が似てるらしい。私と私のお姉ちゃんそんな似てないんだけどね。もうお姉ちゃんとお風呂入らんっていう日来るんかな。泣いちゃうわ。今から生まれ変わらないとだね。じゃあ、私と私のお姉ちゃんの声似てるかな。さっきの叫び声はめっちゃ似てたけど、ちょっともう一回聞こう。私やばい、この動画しばらく一人で聞いて笑っちゃうかもしれない。ゆら家の姉妹 VS カメムシ。どこどこねえ、え、どこに。めっちゃ面白いんだけども、この最後がたまらんこ面白いね。たまらんわ、おもろいわ、ほんまに。このうちの家に迷い込んできてしまったカメムシもかわいそうにこんな目に遭うとはね。おもろいわ、うちの家おもろいわ、ほんま。カメムシはやけん私がご飯食べよった椅子に落としたらしいお姉ちゃんが。しかもそれ拾ってないからさ、誰かが間違えてさ、それを知らずにさ椅子の上に座ったら大ごとじゃんね。ちゃんと最後までしてくれんと。弟おっさん動画ありますよ。見ますか。おっさんじゃん、とは。おっさんじゃん。なんでそんなことよ。あ、ここにあったパンが一個ない。そう、私のね、私の飲みかけのジュースをさ、弟が風呂上がりにさ、マッパでさ、こう飲んでさ、その姿があまりにもおっさんすぎて面白くてさ、動画回してたの。そしたらママに怒られた。なんでそんなこと言うんねんって。しかもその後のママの切り替えようが面白いね。なんでそんなこと言うんねん。あら、ここにあったパンが一個ない。それは私が食べた。めっちゃ面白いでしょ。もう見せてあげたい、みんなに画面を。本当におっさんみたいなの、すっぱだかでさ、小学生があのカンカンのさジュースをこうやって飲んでんだよ。面白い。本当に面白いですよ、うちの家族は。一斉ありがとう。いや、楽しいと思うよ、うちの家に来たらみんな。おすす広島のおすすめスポットどこってね聞かれてね、関係者の方に、私のお家ですって言うぐらいだからね、私が。なんか私でさ、メールでさ、弟がさ、なんか弟がさジュース飲んでる姿がおじさんみたいでめっちゃ面白かったみたいなのさ、メールで送ったんだけどさ、多分届いてないよね。だから弾かれちゃった。なんかでもめっちゃぼかしたの、見て、めっちゃぼかしたの、超ぼかしたの。
だけどこれでも多分メールとは残念。そう、なんかおすすめの観光スポットあるって言われて、なんかまあ宮島とかは行ったことあるって言ってたから、ゆらけがおもし、ゆらけがいいですよ、私の家です、観光スポットって言いました。その缶でペンタで作ろう。ほんまやよね。ルルブのおすすめにゆらけ乗ってなかった。え、おかしいね、乗せていいですよって言ったんだけどね、観光スポットに。入場料はもう今なら格安で1人500円でいいですよ。そう、弟と手つないだやつはね、1回メールで送ったことある。ね、厳しい、世の中厳しいで。いや本当にうちの家は毎日何かが起こってる、毎日騒がしいから。本当、じゃらんに乗ってた。あ、じゃあじゃらんの方は乗せてくれたんだ。ロブさん、アイスありがとう。じゃあそろそろ1時間経ったので配信終わろうかな。壇上読もうかな。たくやありがとう。ありがとう。どうしようかな、夜悩み中。できたらやるけどやらないかも。だから今日レッスンさ、もともと4時間だったのが押して6時間くらいやっててさ、それでもまだまだなので、ちょっとそれを18日までにやりたいから練習するかも。余裕があったら配信しますね。でもできないかな。難しいかな、夜は。てな感じです。またメール送るね。多分できない、できないと思うから、わかんない、余裕だったらするけど、あんまりあの待たないでください。待たなくて大丈夫です。今日は多分もうないと思うから、ごめんね。ほんと待たないでください。うん、明日の予定はまだ来てないんだけど、明日できたら2回配信しようかなって感じなんで、今日はこの辺で終わろうと思います。メール送るね。今からメールで送る写真撮ろう。メールで送るよ。この写真がメールで届きます。やばい。はい、シュー。パー。
もこもこよっしゃ、ではランキング読みます。13位のぶさん、ありがとうございます。そして12位がまさかの配信実感に映ってなく無音で仕事をする翔也ごめんね、この時間にしちゃって今日早めにレッスン終わったからすいません。そして11位がエストさん、おありがとうございます。そして10位がナルコさん、ありがとうございます。そして9位が翔也、ありがとうございます。そして8位がフーラ、ありがとう。そして7位がスーさん、ありがとうございます。そして6位がしんちさん、ありがとうございます。そして5位がドーグラスさん、ありがとう。そして4位がゆまぽん、あっと夕方だけどもうねむねむまん、ありがとうございます。そして3位がふーくん、ありがとう。そして2位がリンジ、あっとゆらきゅん、ありがとうございます。そして1位が伝説のひでぽん、あっとゆらけ動画で笑ってパパちゃんの話で泣いた1時間それな、泣いて笑ってな1時間でした。何も映ってないよね、何も映ってないよね、何も映ってないよね、よかった、ズボン履いてて何も映ってないよね多分、うん、大丈夫だよね、大丈夫だよね、なんか変なの映った、映ってないよね、大丈夫だよね、何が映った、大丈夫え、何も映ってないよね、やだ最後の最後に事故っちゃった。じゃあ確認しなくていいから、確認しなくていいから、ちょっともうやめて本当に、ちょっともうテーブル、テーブルだよね、よかったよかった、怖い怖いよかったよ本当、ズボン履いてて今日は、基本の私下履いてない履かずに配信してること多いからよかったです。それではランダム3人読んで終わりたいと思います。この時間なのに1時間で9000人も来てくださってありがとうございます。最近徐々にね見てくださる方が増えて嬉しいです。もっと楽しい配信をねまた企画しますね、ハーバリウム作りみたいなやつ。ランダム3人読んで終わります。島一さん、アリオリさん、ドロップアウトさん、ありがとうございます。それでは皆さん今日ありがとうございました。それではバイバーイ。